はい、こんにちは、松岡と申します。今日も楽しくプラレールやっていきましょう。ということで、今回も某中古店に行ってプラレールを買ってきたので、皆さんに一個ずつ紹介していきたいと思います。まずはこちら、常磐線の E531系でございます。たまたまね、220円で売っておりました。動作不良ということなんですが、早速どんなもんか見ていきたいと思います。はい、こちらでございます。ということで、常磐線の E531系でございます。新メカではないですね。ちょっと古いタイプのものになります。メイドインチャイナですね。ということで、まあ、一両ずつ見ていきましょう。これが問題の先頭車でございます。動作バツとのことですが、なんかギアが割れてる感じはしないですね。ちょっと中開けてみましょう。電池の液漏れっぽい感じだね、これちょっと。一回電池入れてみましょう。はい、ということで、動きましたね。とりあえず動きました。なんかね、この金属の部分がちょっとね汚れてたんで、そこだけ綺麗にしたらうまく動きました。まだなんかホコリがちょっと多いので、この辺だけ綺麗にすれば、まあ、問題なく動くでしょう。続いて中間車でございます。中間車はまあ普通の中間車ですね。まあ、これはこちらはね、台車は別に歪んでないですね。はい、メイドインチャイナと書いております。まあ、連結機の破損とかもなく、状態はいいんじゃないでしょうか。はい、そして後部車でございます。後部車このような形になっておりますね。シールの剥がれとかは特にないので、まあ問題はないでしょう。後で綺麗にしておきます。はい、続いてこちらでございます。はい、青い滝ですね。たまたまね、1両100円で売ってたんで買ってきてしまいました。開封します。はい、ということで開封してみました。多機4万3000ですかね。はい、番号1と2でちょっと違うと。はい、ということでちょっとよく見てみましょう。ホコリまみれでですね、両方とも。車輪のところがちょっと錆びてますが、まあ問題ないでしょう。ホコリが多いので後で綺麗に洗いたいと思います。こちらの車両はですね、EF200 のいっぱいつなごうのセットに入ってた時の多機になりますね。はい、続いてこちら。タキですね。今度黒タキと言われてる、まあ、タキの中でも、まあ、黒い服塗られてる車両でございます。はい、こちらのタキも EF200 のセットに入っていたものになります。早速開封していきたいと思います。ということで開封してみました。番号はね、43,506 と505ですね。はい、一番違いですね。メイドインタイランドと書いております。はい、こちらもね、ちょっとそのほこりが多いので、ここがシールなんですよ。なんでここ濡らさないようにね、綺麗にまあ洗っていければなと思います。で、破損部分はないみたいですね。よくあるのはね、そのこういうところが折れてたりするんですよ。なのでそれが見当たらないので、まあ、状態はいい方かなと思います。はい、続いてこちら、はい、タキですね。またタキということで。めちゃめちゃタキ出てくると。はい、こちらのタキも1両100円で売っておりました。開封します。はい、ということで、こちらの方を開封させていただきました。番号はね、243688と243687ということで、こちらの番号1桁違いですね。はい、よく見るとやっぱホコリが詰まってますね。はい、いろんなところにホコリが溜まってんで、この辺だけ除去していきたいと思います。はい、こちらのセットも EF200 に入ってた車器となります。はい、続いてこちら、コンテナですね。はい、コンテナも売っておりました。こちらも1両100円ですね。ということで開封します。古機ですね。貨物車、コンテナ車ですね。コンテナ車2両入っておりました。まずはこちら紫色の方から見ていきましょう。19A とか 19B って書いておりますね。はい、僕ね、コンテナのやつよく分かってないんですけども、これどういうことなんでしょうね。とりあえずここに JR 貨物って書いてます。はい、まあ、多分デザインの何か違いがあるんでしょう。ちなみに古機の方は茶色ですね。メイドインチャイナと書いております。なんか最近さ、その新しいプラレールが出るってことで、コンテナ車がなんかこのコンテナ4つ分乗るようななんか車両がなんか来月か再来月ぐらいから出るっていう風になってますけど、あれ皆さん買うんですかね。あれちょっとね、僕も個人的に気になってて、うわ、なんか新しいコンテナ出たと思って、
そうそう、なんかプラレールだとこの2つしかつかないじゃないですか。でも実写って5つつくんですよ。でもそれにだいぶ寄せて4つつくような車両になってたんで、ああちょっと、これは追わないといけないのかなって一瞬思ってしまいましたね。はい、ということでちょっとな余談長くなりましたが、こっちの青のコンテナの方も見ていきましょう。これ何のセットに入ってたんだろう。ブルーサンダーかな、ちょっとわかんないですね。このコンテナが何に入ってたかちょっと思い出せませんが、まあ、100円で手に入れることができたので、貨物駅のレイアウトとか、まあ、なんか操車場とか、まあ、港があるところとかに置いていきたいと思います。はい、続いてこちらでございます。レッドサンダーですね。レッドサンダー売っておりました。新メカじゃないんですよ。旧メカっていうか、その単二電池の入れるタイプのものとなっております。早速開封しましょう。とりあえずシールの剥がれはないみたいですね。で、EF510 の4って書いてあるんですよ。 4でこったら、ね、普通に売ってたやつかな。何個かあるんですよね。まず新メカのやつと、まあ、新メカ今売ってるやつなんだけども、古いタイプのやつって1と2と4っていうと3つぐらい生産されてるんですよ。なのでこれは、まあ、ベトナム製だから4なので普通のやつかなと思います。はい、シールの剥がれはありませんね。メイドインベトナムと書いております。ちょっと見えます？ベトナム製ですね。はい、ということで僕ね、個人的にはこのなんていうの、車両とかこの電気化車、ちゃんとさ、その前面の部分がさ、意外と再現されてて個人的に好きなんですよね。はい、ということでちょっと動くかどうかだけやってみましょう。ちょっとまず動力が合ってるかどうかですね。この動力が合ってるかどうかはこのハイパワーなんです。ハイパワーのやつなんで、中がグレーのギアになってれば OK です。で、なってなかったら、あ、うん、変えられちゃったんだなと思ってください。で、一応電池の液漏れっぽいのはないので動くと思います。動かないかい。でも動作 OK って書いてあったんだよ。あ、動いたわ。動いたけど、ホコリめっちゃ詰まってるんで、後で、綺麗にしてね、清掃していきたいと思います。続いてこちら、タンク車ですね。これは、なんで、EH500? 金太郎のセット、貨物がいっぱい入ってるセットに入っている貨物貨車ですね。これね、220円で売ってたんですよ、3つで。あー、これちょっと買っとくかということで、買わさせていただきました。ということで、開封します。はい、ということでちょっと開封してみました。1個ずつ見ていきましょう。まずは黒いタキですね。タキ24801って書いております。ちょっとこれはもうホコリまみれで、ね、後で綺麗にしていきたいと思います。はい、続いてこの青いタキですね。コタキと書いております。44208と書いてますね。続いてグレーのタキでございます。これもタキ23804って書いております。はい、ということで連結器の破損もないし、そのなんで車輪受けの部分の破損もないので状態はいい方じゃないでしょうか。ただ個人的な意見を言うと、僕はこれ実車で見たことないんですよね。これどこに行けば見れるんですかね実車って今あんのこれちょっと不安になってきた。実車あるんだったらどこで見れるかっていうのをね、ちょっと教えていただけるとすごい助かります。あ、ここにあるのねみたいな。じゃあその時に再現で使おうとかね。結構コンパクトなタキなんで個人的にはね、好きなんですよ。そして最後でございます。はい、ブルーサンダー売っておりました。これね、550円で売ってたんで、あ、ちょっとこれはお買い得ですねって買ってきてしまいました。早速開封します。まず裏を見ます。メイドインベトナムなんで最近のものですね。はい、これチャイナ製とね、ベトナム製あるんで、そこね、皆さん覚えておくと、面白いかもしれません。前面見てみましょう。破損とかはないですね。これ、前面がさ、うまくこの、再現されてるの素晴らしいなと思います。僕、個人的にはね。うん。で、側面ですね。EH200-1 と書いております。これ、シールの剥がれはないですね。はい。たまにね、シールがベローンってなってたりすると、すごいがっかりするんですけども。はい、こちらのプラレールは、なぜか廃盤っていうね、なんか新メカにならず、消えてった車両なんですよ。個人的には結構がっかりでしたね。あ、そういえば番号見てなかった。番号はですね、そう、トップナンバーなんですよ。で、これがね、2種類発売されてて、一般的に発売されてたのは1番なんですよ。で、901っていうのが、貨物のスペシャルセットに入ってたやつになります。はい、そっちの方がめちゃめちゃレアなんでね、皆さんも見つけた時はね、ちゃんと番号の方見て、確認してみてください。あ、1かなーみたいな。あ、901かーみたいな。そんな感じで楽しんでいただければなと思います。ちょっとこれ台車を見ましょう。これ台車よく歪むんですよ。あ、これ歪んでないですね。非常に状態はいい感じでございます。ありがとうございます。そして最後に先頭車、ちょっと動くかどうかだけやってみましょう。あ、全然ホコリとかないですね。なんか遊んだような跡がないね。なんかもっとホコリとかついてるはずなんだけども。動けば僕からしたら何でもいいので。あ、動きますね。ギアも割れてる感じはしないので、
まあ、あの貨物製品とかの再現で使っていこうかなと思います。はい、ということで、ね、今回はちょっとね貨物寄りの車両が多いかなという感じでございます。ということで今回これで以上でございます。また面白いプラレール見つけたら紹介していきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。ということで今回これで以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。またねー。